1> 図一焦点距離の概略図焦点距離は、光学系の視点から焦点までの距離である。光学系に対して光軸に平行な光線が入射する場合を考える。光学系を出た後の光線を逆向きに延長した直線を引き、それが光学系に入る前の光線と交わる点から、光軸上に下ろした水線の足が視点であり、そこから焦点までの距離が焦点距離である。 空気中の単レンズの焦点距離は、下の式で求められるの逆数で屈折力を表し、ディオプトリという単位を用いる。図に様々なカメラレンズの焦点距離。図中 F が焦点距離、面 HH がシューズラである。写真レンズのように複数のレンズで構成されるものでは、合成の焦点距離を指す。光学系全体の視点が光学系の外に位置する場合があるため、 一概に共闘が長いレンズほど焦点距離が長いわけではない。ありがとうございます。